はい、おはようございます。こっちのテレビと敷地のとこに放置してあったやつがあって、ここに持ってきたんですね。でこれを処分考えてたんですけど、で処分、テレビとか処分するにはなんかリサイクル料金とかを支払わなきゃいけないらしくて、でと郵便局に持って振り込みをして、で直接引き取り所に持っていくと結構安く引き取れるみたいなんで、家電量販店だとか倍ぐらいになるような形だったんで、なんで郵便局で振り込んで、で直接持ち込みするような形で処分していきたいと思います。はい、こちらの、黒電話なんですけれども、これなんかリサイクルショップで買い取ってくれるっていうことらしいので、持ってってみようと思います。いくらになるか楽しみです。はい。